日向坂46佐々木久美、初のセンターに、メンバーやファンが熱い信頼を寄せる、キャプテンの挑戦。11月8日にリリースされる日向坂46のセカンドアルバムのリード曲にて、センターを務めることが発表された佐々木久美。これまでグループのキャプテンとしてメンバーを支えてきた彼女にとって、初めてのポジションということになる。そこで本記事では、キャプテンとしての佐々木の功績にフォーカスしつつ、彼女が語るセンターとしての意気込みにも触れたい。バル、日向坂46のキャプテンとして、長年グループを引っ張ってきた佐々木。2019年にはファッション誌、レイの専属モデルに起用され、東京ガールズコレクション、ガールズアワードなどのファッションイベントに出演しているほか、バラエティ番組では MC を務めた経験もあり、持ち前のトーク力を武器に各所で活躍してきた。そんな彼女は、メンバーからの信頼も大きいようで、メンバーの加藤志保は佐々木のライブ MC について、あれで一気にライブの深みが出るというか締まるというか、感謝してます。すごいです、と称賛していたことがある。リーダーシップを発揮する佐々木は、日向坂46というグループにとって必要不可欠な存在なのではないだろうか。そんな佐々木がリード曲にてセンターを務めることが発表されたセカンドアルバムは、日向坂46にとって約3年ぶりのアルバムとなっている。佐々木は自身のブログの中で、自分がこの立ち位置に立つ日が来るなんて思ってもいませんでした、とセンターに立つことへの驚きを明かし、不安な心境もあったと吐露しつつ、私にしかできない私なりの色を見せていきたいです、と決意を綴った。また、ニブちゃんの気持ちも背負って、ナッチョの最後の最高の時間になるように精一杯メンバー一同頑張ります、と、休養中のメンバーや卒業を発表しているメンバーにも触れてコメントしている。佐々木がセンターを務めることに対して、SNS では、センターおめでとうございます、待ってました、久美さんあっての日向坂、などの喜びの声が多く上がった。キャプテンとしてメンバーを大切に思いやり、ファンからの信頼も厚い佐々木だからこそ、セカンドアルバムという節目の作品でセンターに選ばれたのかもしれない。バル、なお、フィフスシングル、君しか勝たん、で表題曲センターを経験し、佐々木とは公私ともに仲良しの、菊俊、コンビとして知られる加藤志保は、佐々木のセンター抜擢を受け、キャプテンとセンターって本当にすごいけど、大変な時はそばにいるからね、組の美しくてかっこよくてハッピーなセンター、楽しみ、などとエールを送っていた。また、2期生で佐々木の後輩にあたる富田鈴香も、とっても輝いています。素敵すぎて、何度も、かっこいい、と声に出しています。魅力いっぱいの久美さんのセンターを今の場所から少しでも支えることができるよう、頑張ります、と思いを明かしている。こうしたメンバーたちの支えは、センターという初めての代役に臨む佐々木にとって大きな力となりそうだ。これまではキャプテンとしてグループやメンバーを頼もしく支えてきた佐々木。キャプテンとセンターの両立は大きなチャレンジではあるが、心強い仲間たちと共に、やり遂げてくれるのではないだろうか。佐々木がセンターというポジションで放つ輝きに期待したい。